桜爆心王のスピードスタービッグアーサーです。ビッグアーサーは父桜爆心王、母の父キングマンボの6歳です。種付け料は受胎条件の100万円です。ビッグアーサーは自身のスピード性能を存分に見せつけ、1分6秒7のレコードで制した高松宮記念など全8勝のすべてが 1200m 戦の舞台である生粋のスプリンターです。先ほど登場した同じ桜爆心王3区のグランプリボスはしなやかさを感じさせるのに対し、ビッグアーサーは発達した胸前と友の筋肉、どこか重戦車のような力強さを感じさせてくれます。馬体の良さもさることながら、血統面でもビッグアーサーには大きなポイントがございます。それは5大血統表の中にサンデーサイレンスを含んでいないということです。同じくサンデーサイレンスの血を持たない桜爆心王3区の湘南カンプがサンデーサイレンスの肌馬との3区で重賞制覇を飾ったように、ビッグアーサーの重厚なパワーとスピードにサンデー系繁殖牝馬のしなやかさが合わさることで、種牡馬としての明るい未来が広がると思います。本日は現役時のオーナー中辻明様がご来場ですので、応援のメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。現役時代ビッグアーサー号の馬主をさせていただいた中辻と申します。本馬との出会いは、日高セレクションセールで当時じっと藤岡健一調教師と一緒に調教師が見出してくれまして、購入する流れとなったわけなんですが、その後浦河地区で育成し、デビューは、3歳の福島ということになってしまったんですが、皆さんもご存知かもしれませんが、本当に調教通りの圧勝劇で、また続けて、5連勝で一気に、大きな場まで、駆け上ってくれたという、本当に夢を見させていただいた相場でした。その重賞初挑戦の時は展開というか竹豊ジョッキーのすごい上手なあれもありまして、初めて2着に敗れたんですが、その次に京都で、先ほど話ありました通り、オープン特別で、3馬身しかも本当に持ったままでムチも入れずに、オパールステークスっていうレースだったんですが圧勝しまして、またその、勝ち時計が今現在も京都1200芝のレコード同タイムで、もっと追ってくれる馬がいたら記録は間違いなく塗り替えられたかなっていうふうなレース後のコメントもいただいたようなことでした。その後も、12戦まで入着続けてくれまして、うちに、G1 高松の宮と、2つ、重賞を取ってくれたんですが、先ほど説明もありました通り、宮杯の時も本当にミッキーアイルとか当日かなり強い馬がライバルだったんですが、その中でもかなり素晴らしいレコードタイムで、勝ってくれた次第です。で、プラス見ていただいて分かる通り、現役時代からほんの、筋肉の鎧をつけているような馬で、本当に馬体がいいなと皆さんに褒めていただいてまして、間違いなくこの遺伝子持って生まれたスピードと、この高馬体は必ず引き継いでくれると思いますので、ぜひ皆様方お持ちの素晴らしい繁殖牝馬にぜひ種付けいただけるようにお願いしまして、ご挨拶を返させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ビッグアーサーの種付け料は受胎確認後100万円です。すでに多くのお申し込みをいただきまして、予定数に近づいております。配合をご検討の方はお早めに事務局 JS までご連絡ください。ビッグアーサーをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。